今から林さん家の自然栽培米中米の田植えをします。まず田植え機の株間の設定を一番荒く、今回は37株植えにセットしてあります。久保田の場合はここにもレバーがあって、これを粗食の方に入れておきます。さらに久保田の場合はこのハンドルの下にも車速切り替え粗食があります。この3箇所を切り替えて荒く植えます。